はい、時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の輪の時間がやってきましたね。はい、mc は私土井秀人がお届けしていきます。まあ、本当のね。和ということで、この輪はお話でもありね。沖縄の輪でもあり、不になってもっていうね。で、ワット驚く話でもありということでね。嘘みたいなお話、今週もお届けできるのでしょうか？ はい、えー、ここでね、えー、ギノワン、ヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオからお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いくださいね。はいというわけでね、えー、メールアドレスは、797-atmacfmgnos1.com ということで、えー、ホームページからアクセスできます。はいサイマル放送、ねそれからスマホで聞く場合、リスラジカ、マイチューナーレディオをダウンロードしてみてください。 ということで、嘘のような本当のは今週もね、シャーガン中でお届けしたいと思います。はい、えー、それではね、WO East の、えー、北条正宏さんを今週もお迎えしています。どうも北条さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、ね、今週のゲストさんは、 <laughs> そうなんかお会いするたびに馬鹿がえていくようなね、えー、印象で、あ <laughs> のとてもとてもにこやかに今週もねお越しいただきました。はい、えー、アリンガモリンガの、えー、下地さんですね。えー、下地さんどうも今週もよろしくお願いいたします。あ、下地です。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。えー、皆さんあのアリンガモリンガと言いますけど、まモリンガ。 ってお聞きになったことはありますでしょうかね最近ねとてもとてもやはり健康ブームというわけではないんですけれどもあのー、あれ病気がちな方とかねちょっとあの体調が優れない方に「ん?」っていうようなねあのとてもとても素晴らしいね飲み物食べ物その辺をねちょっと下地さんにお聞きしてみたいと思っております。ねえ下さんあのーここ 半年ぐらいですかも、もうちょっと経ちますかモリンガをもっともっと多くの人に知っていただきたいと、はい、いうことなんですがモリンガって改めてな <laughs> なんでしょうね。モリンガはあのわさび科の,あの植物で、えー、なんて言ったらいいんですかね。<laughs> あのまあ あのー、パウダーにして、まあ、僕は今、商品化して飲んでるんですけど、えー、マルチビタミン、あのー、いろんな栄養素が入ってて、あのー、これ一つでスーパーあ、ミラクルフードと言われてて、これ一つで、す、え、べ、ー、ての栄養素をカバーできると言われてる、すごい植物なんです。<laughs> おー その植物はあ皆さんねスーパーとかで、えー、自分のそれご家族のね健康を気遣ってできる限りお子さんにはとかねあの栄養のあるものをというので一生懸命だと思うんですね、うんうん、あの奥さん方とかね。うんで,でもモリンガっていうのはうあれあの金秀さんや何、ね、とかあのスーパーさんに売ってないですよね。 これな,なぜやっぱりそのモリンガっていうのはそのスーパースーパー何て言うんでしょうビタミン生のモリンガっていうのはあのー、収穫してからだいあのー、もう2日ぐらいではあのー、ダメになってしまうんですよだから僕らはそれを、えー、朝で収穫してその日のうちに乾燥させて新、えー 真空パックして、で、あのー、工場に持って行って、そこから粉末にしてあのー、仕上げてるんですね。はい。モリンガっていうのは、やっぱりもう本当にただテーブルに置いてても収穫して置いててもすごい熱が出てくるんですよ。熱熱熱がすごい出てくる。はい、だから本当にすごい変わった植物だなと僕は、まあ何何十キロもモリンガを扱う何何トンって扱ってるんで、見てて なんんかやっぱりすごいんでほう、はい、これはあのー、ちなみにど,どこに生えてるんだ<笑><笑>沖縄でも少しあちこちあのすこ、あのー、モリンガの畑の方ができてるみたいなんですけど僕はフィリピンのセブ島の方で、えー、メインは、えー、収穫してで自社工場の方で加工してであのそれを沖縄の方に持ってきて。 沖縄,で沖縄の工場で最後に仕上げてるという形でやらせてもらってますで去年の、えー、8月ぐらいから読谷村の方で畑は始め,た始めました<う>はい。もうあの志村さんがあのー、桑でこう土を掘ってる姿を想像していいのか悪いのか, <laughs> いのか分かんないんですけどもいやいやいやあの畑,畑に、はい、いわゆる木を植えられた <と>そうですねあの種から入れてもうびっくりするんですけどモリンガって成長がすごい早いんですよだからあの夏のうちは、えー、と2週間ぐらいでもう葉っぱまでつきますえ種からですかはいはいはい、えーまあ、ちっちゃくなんですけど <laughs>、はい、でもうこの成長の速さはびっくりすると思いますだからフィリピンでもモリンガ,モリンガはひと一月に1回収穫できる スパンでこうやってますんで、うんはい、年にだからモリンガはもし沖縄でできるようになると年に4回ぐらいは収穫できるんじゃないかなと思います、うん、はい、あなるほどなるほどこれあのー、ねえー、ドクター水素ボトルのね北條政弘さん <laughs> よくご存知ということでねあのね僕もね飲ませてもらったりしてるんですよ、はい、なので あのやっぱりいろんな栄養素が1種類のもので取れるってなかなかないのでねたくさん取らないとダメとかそういうのはありますけどすごく栄養素が豊富で,、うんでまあ、水素と組み合わせると体中の血管を開くものですから吸収がすごく良くなるんですね、はい、なので末梢まで栄養素が届くっていうことであの水素は喧嘩にならないんですよセットであのセットでいいいと思います ですよね、こうたくさんの栄養素っていいますとね、まあ、あのよくあるあの薬局でなんとかビタミン EaB1、e、だなんかこうやっぱりあるじゃないですか、ねうん、サプリが、はい、あれがわーっと並んでて一個一個揃えると結構なお値段に、ね、<laughs> なってしまうし皆さんそうしていらっしゃる方も多いのかなと思うんですけれどもモリンが一つと水素と。 モリンガは先ほどあの粉末にとおっしゃってたんですが、はい、その、えっと、体内に入れるっていったは大げさなんですけどではういった形で販売が、はい、僕もあのモリンガを知るようになったのは、はい、フィリピンのセブ島の方で仕事をしていて今もしてるんですけどそこで最初はヘビーユーザーとしてもうモリンガが大好きになって、えー、モリンガはフィリピンの人はあのサラダでも食べるし。 モリンガのことを、まあ、フィリピンの人は本当にいろんなものフィリピンはやっぱ貧しいのもあるんで薬薬箱薬ってて言われてます何かあったらもう困ったらモリンガ例えばコロナの時期も大統領がモリンガ飲みなさいっていうぐらいあの免疫力が上がるんですよモリンガってあのバランスがよくあのビタミンのあ,のあれが豊富なんで。 僕自身もあの実際になぜモリンガだったかというの,はあのコ,ロあコロナ前に、えー、と糖尿になってしまって、はい、糖尿がすごい悪くてでその時にあのフィリピンの方でモリンガ飲んだら治るよって言われてそれがきっかけで飲み始めて最初はあのー、あれですね 糖尿も12ぐらいって数字がすごい悪くて入院の手前ぐらいでちょっともうわらりもすがりたい気持ちでモリンガとあの水素もうどれが効いたかわからないんですけどおかげさまで今あの糖尿はあのまだあるんですけどすごい低い数字でお医者さんがびっくりしてますなるほどなるほどもう少しね詳しくお聞きする前に一旦ちょっと CM 入りましょうね 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号0335272211はい、えー、というわけでね、えー、モリンガです皆さん。 ねあのグーグルとかで検索していただくといろいろ出てくると思うんですが私耳にしたところねお味も、えー、ちょっと試しにいただいたところおいしいモリンガというね、えー、ところで今じわじわじわっと評判になっているそのね、えー、モリンガを、えー、自分ご自身が大好きだからということでぜひ皆さんに広めたいということで、えー、ゲストの下地さんねお迎えしてるんですがはい。 渋谷、あのー、さんの、ね、改めてご体験でなんかいい感じになってしまうんですねはい、はい、そうなんですようも,もう本当に、あのー、<laughs> 僕はもう本当に、あのー、この体が悪くて食生活もそんなに変えてなくてで水素とモリンガを徹底して飲んで6種類ぐらい薬飲んでたんですけど僕自身は今2種類だけまだで済んでます<ー>血圧の薬も 飲んでたんですけどそれはもう全く飲んでないですもうここ1年ぐらいはちなみにその、はい、まあまあ同じようなね年代で、はい、ええあのそれだけね血糖値であったり等がね多くなっててその原因ってやっぱりお酒ですか,なんか 改めて振り返ってみお酒も好きなんで、はいはい、大好きです、<laughs> <laughs> みたいです、大ですけどね、<laughs> お酒と、まあ、言ったら、なんですか<う>あの、沖縄締めにステーキなんて言いますけど、噂わはでは、はいあの、ラーメンも食べるわ、はい、もうなんでも、もう飲んで食べてと。はいえー もうフルコースで大概、もうその時はあはみんな人生快楽なんですけど <laughs>、はい、その後のしっぺ返しみたいなのに、ねはい、気づかずに、えー、大体40代、50代走ってらっしゃる方が多いと思うんですがそのフィリピンで、ね、モリンガという植物、ねはい、サラダというのも驚きですけど、うん、なんか葉っぱですもんね、そ,うですねその生の状態で。 そうですドレッシングかけたりしてそうですそうですいや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 まああの多いのはスープ何かに入れてますね味噌汁というか味噌汁はないんですけどフィリピン人はなんか鶏だしのスープとかにもうその具材として入れてますおすましみたいな感じそう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 いう感じでよく沖縄でもチキンスープとかやるじゃないですかそれ野菜入れるじゃないですかそういう時によく入れてますなるほどはい ああもう日常から、僕、うん、ちょっと調べたことないんですけど、フィリピンの人ってご、ご長寿が多かったりするんでしょうかね、わかんないですけどね、ご長寿。ご長寿うん昔もね、ね沖縄すごい長い生きの方が多いなんて聞きましたけどね。なるほど、なるほど、それだけ、血圧もじゃもしかして、上がとかそうですね、高い時はそれぐらいあったんですけどね。はい 今はもう普通です120本当に <laughs> すごいですよね、えー、120、はい、っていうの、まあ、本のようなねそうですよね今も糖尿なんで、はい、1> 毎月1回は通ってたんですけど今はもう3か月に1回でお医者さんもがよく頑張ってるねっておっしゃってくれるんですけどう <laughs> んちょっと申し訳ない気持ちで。<laughs> <laughs> 必死にモリンガと水素のかげさまでですよね。良かったですね。いいですね。120台。工場さんもだいぶ激しい感じそうそう。僕も185まで行きましたからね。ね水素僕は水素だけですけど、まあでもモリンガも最近飲ませてもらってるので。はい。まあ120代ですね。やっぱね。あー素晴らしいですね。うん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 。 おうたまに私自身もちょっと130をちょっと超えることがあるんでやっぱりモリンガですね。はい、<laughs> ということなんですがで、はい、もう少しちょっとその、えー、ご体験を伺う前に行きましょう頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社 電話番号、はい、えー、嘘のような本当の輪ということで、えー、私、土井秀人と、えー、ドクター水素ボトルの北条正宏さん、お迎えしながら、えーね、アリンガ、モリンガ、これからね、えー、多くの方に届けていきたいなということで、えー、下地さん、お迎えしております。 はいえー、ということでねまあ水素に関しましてもねまあ森川に関しましても決してねそのま効能をね歌うものでもありませんうん決して効き目がどうということでもないんですが結構でもねあのいい感じになられた方のお話がちょいちょい耳にね入ってくる昨今ではございますということなんですがね やっぱりね、前も下さんにお聞きしたかもしれないですけどまあ、北助さん含めて私自身にも実は問いかけていることなんですけど極端な表現をすれば人生変わりましたよね、やっぱりね。そうです、ねね、はい。うん、あのー、私も思います。うん 辛くなっているのは分かっていて辛く本当に激痛なぐらいになったらやっとお医者さんにすがっていたころが懐かしいぐらいな感じではあるんですけれども、はい、あのどんなふうにあれでしょう皆さんに届けましょうかねぼんやりとこうイメージ通販とか将来できたらなぐらいな感じですかね。 そうですね今は販売してくれる会社があるんで、はい、まあそこにあの委託して、うんえー、お願いしてるんですけど、うん、ゆくゆくはあのあの、えー、今畑も始めましたんで、はい、<laughs> モリンガをこうサラダで食べてみたりとか<ー>沖縄で僕らが作ったモリンガをねあと お客様に届けられる新鮮なものもね、はい、そういうのもやっていきたいなとは思っておりますあなんかあのそうすると余計ねほじさんも体験がおありだということなもんですからやっぱりこう水素ねえガス吸入であったりも含めてこうモリンガとミックスしてどうでしょうこう他の方のお話でも結構なんですけどちょっとあやっぱりいいよねみたいな噂を聞いたことありますか モリンガ水素で、まあ、栄養素が、ねうん、バランスよく取れるっていうのはやっぱいいんですよだからそういう意味でもねあの周りにモリンガ飲んでる人がいっぱいいますけどねみんななんかすごくいいですっていう言い方をしますよねうんだから飲み始めるとやっぱりいいですよねっていうそんな感じだから病気がっていうよりは体の調子が整ってくるっていうそんな感じじゃないですかね。あそうするとあの どうですかよくなんかあの一緒にくたにしてはいけないんですけど青汁みたいなあのもう苦いけど我慢してっていう感じじゃないんですよねそうですねもうあのー、モリン今までの従来のモリンガをあのモリンガだと思ってる方はアリンガモリンガを飲んだ時にすごいびっくりすると思います<ー>はい<う>ど,どんなおいや美味しそう <laughs> みたいなお,お,いしおいしいんですよそもそも<ー>めちゃくちゃおいしいんです<ー>だからなんか我慢して飲むって感じじゃないですよね、はい あ今日飲んだこうみたいな<ー>そんな感じで、あ美味しいし、うん、みたいな。それはあれですかあのー、粉末をがありまして、はい、いわゆるあのミネラルウォーターとかに溶かす、そうですね。すねはい。で一日にどうでしょう。えー、と水質してるのは。はい 500ミリにパックが2グラムあるんですけどそれを1本入れてもらってそれを1日飲んでもらうと1日に必要な栄養素はほぼ取れるという形で推奨してほぼその500ミリの1杯2グラムでモリンガの持ってる栄養素っていうのは取れる2杯でも大丈夫いや全然もうはいおお素敵ですねイメージ的に まあ、僕の体験なんですけど僕はお酒飲むんで、はい、やっぱりちょっと酔ったなと思ったらモリンガ飲んだらびっくりするんですよあのやっぱりモリンガがやっぱりすごいなっていうのは抗酸化も強いんで酔いが冷めてくるんですよビタミンがいっぱい入ってくるんでそれはあの飲んでる最中でですかそう,そう飲んでる最中にもっと飲みたいからそれ飲んでやる時もあるんですけど <laughs> でもやっぱりそうするとあんまり酔わないんで、はい、今最近はそういうことしないんですけど最近はもう締めに飲んで翌日2日酔いがないように。はい 一本飲むとやっぱり全然違いますそ,それはみんな言いますね「はい、リンが飲むようになったら二日酔いしなくなった」ってね、はい、うわーすごいすごい、はい、ねえそれましてやじゃあね飲みの席にはお料理もまあまつあきものなんですが、はい、まあサラダであったりとか何か、はい、いいですねはい沖縄の食卓で、ね、ますます広がっていくとするならば まあ一昔前のあのご長寿大国ね沖縄というね島に戻っていくんじゃないかとね,ね復活で、ね、まあ一時何でしたっけね去年ぐらいなんかね四四四十七位に落ちましたよね。ね <laughs> 確かで、ね。ね。もうねあのご長寿沖縄じゃなくなってきたっていうね新聞載っててからこれは皆さん健康をみんなで取り戻していきましょうね。 あの保証するものではないですがやはりねこういった方のお話を伺っているとえ自分もいいかなって思う今日このものでございます、はい、北条さんの方は例えばなんか東京この間あのドバイに行ってたみたいな話はまたあの伺いたいんですけれども <laughs> 別の機会にはい、はい、機会ね、はい、あの東京やその他いろんなところで、まあ、暮らしてらっしゃると思うんですが <laughs> どあのドバイじゃないや、えっと、モリンガのお話って やっぱり沖縄以外の方でも聞聞聞きききままますすす、うん、かいい栄養素をどうやって体に入れるかってすごく大事なことなんでその選択肢としてはモリンガが僕一番いいんじゃないかっていうふうに言ってるんですよ。やっぱりねあの僕がこの前 DNA 検査をやったんですよ。 で体の体質がどうだのこうだのっていうのもものすごいレポートがまとまってたんですけどそこであの「この栄養素とこの栄養素は積極的に取ってください」みたいなのが書いてあってじゃ何で取れるかなと思って調べてみたら全部モリンガに入ってるんですよだからあもうモリンガ飲んどくだけで僕の体は OK なんだって必要な栄養素全部入ってるんだっていうのはね分かったんでねびっくりさせられたんですよあの ちょっとこう割引価格で購入とかできるんですか検討しますはいありがとうございますこの無音の状態なんかモニター企画があるんですよねそうそうモニター期間をちょっと今企画してる段階なんでまだまだあれですよねでもあのラジオではねもうちょっと時間かかるかなっていうところですよねぜひ決まったらまたラジオでねあの発表してラジオにお問い合わせいただいたらぜひ そうですよねなんか私、なんでこんなふりをしたかと言いますとねうまくまとまってよかったなと思ってるるんですけど待って方が多い気がするんですね。前あ前、この番組でも聞いていただいた方からねお問い合わせがあってっていうこともありましたので新森さんにね前もゲスト出ていただきましたから聞いてみたら琉球ヒートさんあの宜野湾市にあります美味しいコリアンなお肉をねいっぱい食べれるところなんですけど琉球ヒート 検索してみてみくださいねリュウキイートさんでもね、販売をしているという、今現在だったりしますので、はい、え皆さんね、ラジオを聴きの皆さん、まずはこれどんなっていうのはね、問い合わせをお気軽にしていただけたらと思っています。ねえ、いいですね、うんまあ、モニター企画もそうですけれども、はい。えっと、日本では、あの僕ばっかり質問であれですけど、そのモリンガの、まあ、浸透度っていうのは、これ、なんて言うんでしょうね。 お医者さんお医者さんでもないのかなその健康、健康界よくあるじゃないですか、こうなんていうか健康協会みたいな、そういうところでも皆さん知ってるんですよね、ど,ど,どうなんでしょうね、メジャーなも、うん。もちろんね、メジャーですよね、スーパーフード、ミラクルフードって呼ばれてる、うん、あの栄養素なんでね、うん、ただ、その、おいしくないんですよ、今までのやつは。余計なもの入れないと味が調整できないみたいになるんですけど。 このアリンガモリンンガガモは本当に飲みやすすいんですよだから僕もねあの貸していただいてあの飲んでますけどすごく飲みやすいねそうそこポイントだと思いますよねそう我慢して飲むんじゃなくて自分の体のためだからどうせ飲むんだったら取る栄養素はね飲みやすくていいものがいいに決まってるじゃないですか、はい、そうやって飲ませてもらってますね あのー、ね、インスタグラムとかもやってらっしゃって、ご様子は分かり得ることではあるんですけど、まあね、えー、もう放送時間もあんまりなくなってくる中で、もう最後にね、ちょっと下野さんにお聞きしたいんですけど、なんでおいしいか、なんかこう、やっぱり製法がちょっと違うそうですね、手間をかけてて、やっぱりこの生の植物なんで、それをどう真空加工するまでに、えー、素早く、 熱をなるべく加えないで加工するかっていうのに僕らはすごいこだわっててはいそ,れはその差だと思います。 なるほどもうね、機会ある方はぜひね、機会あの、まあ、る方というかあの、ご興味おありの方はね、実際、試してみていただいて、お比べいただいたら、ああ、そっかってね、やっぱり健康を気遣っていても、まずいものよりはね、やっぱりね、美味しく体に取り入れて、えーね、続けていけるものというと、まあ、あのドクター水素ボトルにおいても、そういう習慣をね、大事にしている方も多いと思います。ねえ ということで、あの私自身もちょっと驚きのこのモリンガのね、えー、素晴らしさっていうのをね、えー、今日はいろいろとお聞きしたんですけれどもね、ね北條さん、あのー、ちょっと次回のね、えー、お話の振りとしてね、ねドバイの方でもそういう植物って <laughs>、どうなんでしょうね。あの積極的にやっぱり スプリメントメーカーさんも出店されていたので、うん、あのドバイ健康博っていうのがあって、うん、世界最大の健康博なんですけどね、はい、そこ行った時はおでんにはなられていたけれどもまずいよって <laughs> まずいよって <laughs> <laughs> 売ってる人が言ってるというあ<ー>だ,かだからそういう意味ではリンゴモリンンこれはねちょっと世界にとどろく日も。 近いんではないかという気がしながらであの、お楽しみです、ねえー。はいわかりりましたありがとうございます、はいね、えというわけで、ね、えー、嘘のような本当の輪ということで、えー、今週はモリンガ、アリンガモリンガの下地さんをお迎えし、熱ドクター水素ボトルの北条さんをお迎えしてお届けしました、嘘のような本当の輪。また来週お届けします。 どうもありがとうございました。さよなら。